これ何なの？なんか農家の民家じゃん。農家の民家じゃん。今誰も住んでない。それは住めないでしょ、こんな。どう見ても。これはヘビそうじゃん。江戸時代？江戸時代に来るんですよ。これ元は江戸時代ですね。ね。奥の土方じゃないですか、うん。あれはもう江戸でしょ。江戸だよ。それを新しく直したり加えてて、うん、奥の方が江戸で、手前の。マジ？井戸の形。あ、鏡ある。不気味。不気味じゃない？便所じゃない。便所じゃない。開けましょうか。いや、開けなくていい。ここが便所だもん。あれはそうだね。うん、そうだね。女便所。うん、女子便所。これ入ってる住民さん。ね、閉めちゃったね。この下から。ゆるいとこなの。それでやるだろう。開けて、下からこういうの振ったんだ。あ、前入れたの？前入りました。多分大丈夫。ここから入って、中開けて、開かないでしょ、ここがやってる。え？開けますか？開かないよ。俺がいないとこだ。入れないね。入れないね。ここも落ち着けたね。裏だ、裏いければ。揺れやすいみたいな感じ。下が多分、うん、誰たちこう入ったんで多分こう死んじゃったんです。あ、なんかあったのか。詳しい話は俺も、うん、なんか似たくて、うん、回ってきた話は聞いたんで、昼間に一回来たんですけど、うん、バッと行けた。エスカレバー持って。エスカレバー持って。いや、先行っていいよ。はい、どうぞ。暗いんだよね。暗いんだよね。湧いてるよ。いる。ん？
別にそういうあれじゃないですか。そうらしいよ。廃墟の中ですね、幽霊屋敷って言われてるらしい。雷？ああもうダメだね、これ締め切ってるね。戦後はね、うん、これタイヤブロックとか、うん、これなんかもか戦後白いってあるね。新しいもんね。これここに来ちゃったの。ついたし。ね。でも雨漏りしてる。してるか。ね。じゃあ雨漏りしてる。ほこりっぽいね。変な意味でいい廃墟だね。まあいい廃墟だね。荒らされてなくてね。荒らされてなくてね。荒らされてないしね。入られてもいたずらしてないからね。ね。何なんかあるから本当新しい。新しいよねこれ。パロマだ。あのパロマだよね。ちょっとあれ違ったっけ、パロマだっけ。立ってるよ。そう。もうバテねえ。
島の幽霊廃墟と言われているところです。某所です。マイナースポットです。お疲れ様でした。ありがとうございました。またね。